事長交通部の宝谷と申します。そして中前隊員、そして関根隊員、以上3名ですね、今日はワンポイントレッスンを進めていきます。私とね、年の差はもう親と子ほどのね、年齢差はあるんですけども、この3人で、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、この東京ビッグサイト、4階の屋上というね、ところでやっています。屋上ですので、防水塗料を全面に塗ってあるわけです。非常にね、触っていただければ分かると思うんですけども、ね、どうでしょうかね。自動車の整備工場のね、床の上というようなね、ところを想像してもらえれば結構です。非常にツルツルです。白バイのエキゾーストパイプがね、地面に反射しているような状況です。ここで 1300cc の100馬力のね、白バイを走らせていきます。何か変なことを期待してないですか？大丈夫ですか？ダメです。関根隊員、じゃあこちらちょっと見てみましょう。関根隊員も多分苦しむと思いますね。腰を当ててますね。腰をシートの角に当てて深く入ってます。深くね。こちらちょっとじゃあ、はい、じゃあ、はい、よいしょ。おお、すごいですね。はい、身長がね、高いっていうのもね、あるかと思います、ね、私とね、身長変わらないんですけども、ベルトの位置がこんなに違う、ねね、恥かかさないようにね、お願いします。はい、それじゃあですね、センタースタンドをかけてください。重かったですか、これ、ね、なるべく隙間に入り込んで、で腰でシートの角を押し上げて、で足を少しずつずらしていく、そんな、ね、やり方が、はい、それではですね、いよいよ、オートバイを走らせていきます。最初はブレーキングのね、お話をしていきます。はい、じゃあ前に出ます。よし、はい、ブレーキ、講習会などで私は実技指導をやっていきますけど、やっていますけども、その時にこのフロントブレーキのかけ方怖いです、うまくできませんっていうね、お話をよく聞きます。どんな風にかけたらいいかっていうね、こういう話をしていきたいと思います。それじゃあ見やすい位置でお願いします。ですね、ある程度速度が出ている状態で、ブレーキをかけるというね、そういう行為をしますけども、その時に最高のブレーキかけてどのぐらいの強さで握っていいか分かんないですよね。これはこのね、ツルツルの路面で思いっきりかけたらね、当然ABS がなければロックしてしまう、ね、ABS がついてますのでね、これね、 ABS フル作動してしまいますね。今ねグググって待って、これ ABS 作動してます。非常にね、滑ってます。これ一気にかけるとこんな風になってしまうね。こんなかけ方は非常に危ないですよね。オートバイの接地面積、タイヤの接地面積っていうのは、名刺1枚って言われてます、ね、そんな状態から、最高のブレーキかけようと思って一気に握り込んだんでは当然危ないわけです。ですのでどういう風にしたらいいかというと、3段階に分けてかけます。どういうことか、まずはブレーキのレバーの遊びの状態があります。遊びの状態から少し抵抗があるところ、ね、そこまでまず第1段階かける。ギュッと握らないで抵抗があるところでやめる、ストップさせる。そして減速 G を感じる。感じたらその時点で第2段、じわじわと握り増していく。そして第3段、止まる直前でギュッと握る。レバーは2本、4本、いろんな握り方があります。今は性能がいいのでね、2本でも十分かもしれませんけども、私は街の中の走りを想定して、外を走るときには4本でかけてます。2本でかけたとき、緊急ブレーキ、ああ、これじゃ止まらない。そのときに4本にっていうふうに移行はできません。ね、ですので、いつも最悪想定して、外走るときは4本、ね。場内のときは2本のときもありますけどね。まあ、そんなところをちょっと考えてやってます、
ね、まずもう一回復習で言いますと、ブレーキかけるときには遊びの部分を先に、ね、感じて、少し抵抗、もうこの時点でブレーキがかかってますので、ね、そこで、少し待つ、この待つのが大切。そして握ります、握りまして止まる直前でギュッと握る、ね、これをぜひ実践してみてください。ブレーキが怖くなくなります。はい、じゃあ元の位置をお願いします。私は今正しいかけ方をねやってみたいと思います。慣れてきたら、この今は段階的に説明しましたけども、瞬間的にね、なるべく短時間でその状況を3段階をね、やってみればいいわけです。まずは遊びの部分を取る感じですね、取る感じで、で握りまして最後をギュッとかける。非常に地味ですけどね、大切なことです。グーを感じて握り込んで、握りまして握り込むと、ね、感じて少し待ってギュッと握り込む、ね、こういうかけ方がねできれば、どんな急ブレーキというかフロントブレーキがロックしてしまうんじゃないかっていう、そういう不安は なくなります。でリアブレーキなんですけども、リアブレーキはね、強烈なブレーキかけた場合はもうジャックナイフ状態でほとんど効かなくなってますのでね、軽くブレーキペダルの上に足を乗せる程度になります、ね、止まるということ自体考えれば、エンストしてしまってもね、それはいいかと思うんですけども、街の中で、急ブレーキをかけたときにエンストしまって、ね、後ろから大きなトラックがキーなんて来たときはね、すぐ逃げなくちゃいけないので、まあ、なるべくエンストしないようなブレーキができるようにね、普段から練習をしていただきたいと思います。外で練習しちゃダメですよね。場内 の訓練場所でね、スクールで練習してほしいと思います。はい。それじゃあね、ブレーキの話はこれでおしまいします。じゃあ、ちょっと見やすい位置にお願いします。次はですね、こういった滑りやすいツルツル路面で、どういうふうにしたら、ソフトにね、このパワー、この駆動エンジンのパワーをね、この路面に伝えていくかというね、そういう話です。まずはこのパワーをコントロールするのは、まあ、いろんな装置がありますけど、まずはアクセルですよね。アクセルの開け方、アクセルに遊びがあるのご存知ですよね。当然ね、ワイヤーの遊びで、右に来た時と左に来た時のこの遊びは違います。ワイヤーの取り回しの関係で苦しくなっているとね、遊びは短くなります。遊びは少なくなります。ですので私たちはアクセルをこういうところね、滑るところで開ける時には一回遊びを取って、その段階から開ける、取って開ける、遊び取って開ける、ね、エンジンかけてやってみましょう。ただブンブンって吹かしているような感じしますけども、こういう一回遊び取って開ける、こういうね、開け方をすれば、はい、ありがとうございました。で元の位置をお願いします。そうすれば、右に切っても左に切っても同じ条件でじわじわじわっとね、アクセルを開けることができると、そういうことです。それでアクセルの方でね、大雑把なパワーのコントロールをしましたら、次はクラッチです。クラッチを使ってこの大雑把なアクセルで伝わったパワーをある程度制限します。だから回転が上がりすぎちゃっても、ハンクラッチがしっかり固定されていれば速度は変わらないわけですね。大雑把なアクセルでのパワーの伝え方をクラッチ で少しソフトにします、マイルドにします。そして最後にもっともっと繊細な、コントロールをしたいときにはリアブレーキでね、速度を最終的にコントロールして思うようにオートバイを扱っていきます。ちょっと3箇所に分かれてね、リアブレーキまで全部使ったコントロール、駆動の伝え方、これをねやってみたいと思います。パイロンバランスなんていう訓練方法がありますよね。アクセルで大体の、ね、伝わり方を制御して、クラッチでそれをもう少しシビアにコントロールで、最終的な駆動は全部リアブレーキでねやってるんです。リアブレーキ制動の時にはあんまりね効果発揮しませんけども、こういう駆動をかけたりというね、
そういうコントロールするところではね、役に立つ装置なんですね。はい、ありがとうございました。はい、それじゃあですね、今リアブレーキのねお話をしましたけども、リアブレーキは、今みたいなねコントロールにも使いますけども、また別の使い方があります。それはですね、走行中にタイヤのこのグリップを増加させるという、ね、そういう話です。トライアルのね、先ほどトライアルライダーのデモンストレーションを見た方いらっしゃると思うんですけども、ジャイアントウィーで直角、垂直にねフロントタイヤを上げて、その状態からギュッとねタイヤを戻しますよね。あれは上がりきったところ、もうこれ以上っていうところでリアブレーキをガツンと踏んでるわけです。踏むとその逆の作用でフロントタイヤが落ちてくるというところなんですね。ちょっと説明では分かりづらいので、またちょっと見える位置で実験をしてみたいと思います。はい、今ギアは1速です。ギア1速でクラッチをミートします。クラッチミートすると、本来進みたいんだけどもリアタイヤががっちりとブレーキかけられてますので、チェーンがこう一生懸命ねタイヤ回そうとするんだけども、回ってくれません。なので逃げ道であるこのサスペンションの沈みのところで、その、パワーはそっちへ逃げようとします。ですのでこれの状態でアクセルねつなぐと車体が沈むの分かりますか。つまり、はい、ありがとうございました。走りながらリアブレーキをね踏むということは、車体が下に押し付けられてるんですよ実は、ね、ですのでコーナーリングで、軽くリアブレーキをね、引きずるような、そういったリアブレーキを使うと嘘のようにね車体が安定してこういうところでもね走れるんです、ね、でこれからちょっと実験をね、実験じゃなくて3人でここでちょっとロングの8の字をします。ブレーキ、ターンの始まるところまではブレーキとしてリアブレーキを、ね、使ってます。立ち上がりからランプが、ブレーキランプが消えるまで、これがグリップを上げるための使い方の部分です。そこのところを、ね、注目していただきたいと思います。でちょっと8の字を、ね、書いてみましょう。じゃあ、はい、どっち行く。じゃ あこの先はね、じゃあ こっちのターンがね、はい、ここはまだブレーキとしてのリアブレーキ。ここからずーっとこの間と、今ブレーキとして、今立ち上がりのこの間はグリップを増すためにリアブレーキ使ってます。コーナーを曲がってから立ち上がる消える瞬間まで、ぐーっとここから、非常にマニアックな話ですけど、ご理解いただけますでしょうか、ね、はい、ありがとうございました。はい、こういった走り方をしないと非常にねここは危ないんです。今も本当はリアタイヤは滑ってるんですけどね、外から見るとよくわからないかもしれません。はい、それじゃあ次はですね、バランスのお話をします。バランスの取り方、ね、バランスの取り方はですね、基本的には、ね、ハンドルでねバランスを修正していくんですけども、これだけでは修正できる範囲は狭いんですね。今ちょっと分かりやすく立ってやってますけどね。じゃあ2人はセッタースタンドをかけて準備してください、ね、ハンドルだけでね、修正していこうと思っても、なかなかね修正する範囲は狭いですね。これをどうするかと言いますと、膝の連動を使います。じゃあ、2人ともやってもらえますか。右に切ったときには右膝曲げる、左切ったときは左膝曲げる。で、頭は中心から動かさない、頭は重たいですから、左切ったら膝、左膝、右切ったら右膝曲げる。これを走りながらやればいいわけです。今分かりやすいように立ってやってます。はい、じゃあありがとうございました。はい、これは練習会でね、何かアスファルトのつなぎ目とかでね、こう1、2、1、2、この連動をしっかりとね自分のものにしてほしいんですね。
ハンドルだけじゃなくて膝も入れて、これができればバランスの範囲はぐっと広がります、ね、1、2っていうね。でこれをどん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 ね突き詰めていって速度をね遅くなって、でこういってね、こんなねところまで突き詰めていくといいかと思いますね。1、2なんですけども、拍手が出るまでやりますよ。もうちょっと物足りないから、もうちょっとやりすぎて失敗するんですけどね、はい、時間ないのでやめましょう、はい、ありがとうございます。これはね、今立って やりましたけども、座ってる時も一緒です。動きはちょっと分かりづらいかもしれませんけど、右左切ってもね、膝は少しこうずらして、頭はずらさないね、頭はずらさない、膝はずらすけどもハンドルと同じ動きさせる、こういうことですね。で私たちはあの仕事柄、ね、パレードなんかもねやります。その時はね、まあ、最小限のふらつきでね走っていくわけです。じゃあパレード走行しましょう。はい、スタートします、ね、多少は当然ねバランス取ってるんだけども、外からなるべくわからないようにね、最小限の素早く、ちょっとズレを感じたらすぐね修正していくとね、はい、じゃあ、ね、はい、じゃあもう一度ね、鼓笛隊なんかと一緒にパレードするときは速度2キロぐらいです。2キロ、それで1キロぐらいパレードしますね。一本橋のね、一本橋地獄みたいなね、そんな状況下でね仕事してます。であとはあの渋滞とかで発進停止でふらつかないでね、止まったり走ったりねしたらいいかと思いますね。渋滞の時にもハンドル振らないでスーッと出たら止まる、ね、スーッと出て止まるね、フラフラしないでね、スーッと止まる、スーッ止まる、ね、こういうのねプロっぽいですよね、かっこいいですよね、はい、あれなんでし、あ、来てる、はい、はい、それじゃあですね、次はですねもう最後のお話です、U ターンのねお話、 U ターンがねあんまり得意じゃないという方がねいらっしゃいます。これは理由はハンクラッチがうまくできてないからなんです、ね、どういう、まあ、ハンクラッチってもね無段階のお話ですから、どういうところのハンクラッチを使ったらいいかわからないと思います。ちょっとこれだけ、ね、説明してみたいと思います。じゃあ見やすい位置へ、ね、このハンクラッチをまず覚えてくださいっていうところなんですけども、ギア一足です。でクラッチをだんだんミートしていきます、ね、オートバイは進むんだけども、リアブレーキ踏んでもエンストしないところ、ね、クラッチの位置は固定してます、ね、進んでいくんだけどもエンストしない、ね、ブレーキ踏んでもエンストしない、クラッチは固定、この位置を自分のオートバイはどこなのかというね、これが分かれば、ね、これが分かれば、この回り始めた時にそこで固定するわけですね。ね、回るときにそのクラッチの位置でして回っていくと、ね、じゃあ仲間タイムちょっと回ってみましょう、一緒に、ね、左ターンしましょう、ね、はい、次のタイムも左ターン、ねね、左ターンします、ね、ここで、クラッチ固定して曲がっていく、ね、いいですか、途中で切ったり離したりしちゃいけないんです、そこが失敗のもとなんですね。あ、クラッチは固定、曲がるとき、クラッチを握ったり離したりしない、ね、そうすればクラッあのこの U ターンなんてそんな難しい話じゃないです ね足ついてもね、別にいいですね、引かなくてもいいですけどね、クラッチを途中で切ったり離したりしないっていうのがねポイントです、はい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ3箇所にね分かれてもらいましょう。じゃあ最後にですね、
私たちはね、仕事柄、時にはね、もうちょっとねスピードを出した U ターンをすることがございます。でその時にはですね、エンスト防止とあと深く傾くる関係で、アクセルをもう少し上げます、深く傾けないと小さく回れませんので、その関係でもう少しアクセルを、深く大きく上げます、そして、例えばね交通違反があれば、サイレンを鳴らして追跡しなくちゃいけないので、その時のためにも若干アクセルは開けない。ちょっとそれの再現をしてみましょうかね。前の方ちょっとうるさいかもしれませんけど、よろしいでしょうか、はい、じゃあ赤色装填としてね、じゃあ行きましょうか。で今この後ね、今スラローム総合的に走ってますけども、今は今日説明したことをね総合的にねやってます。丁寧に開けてリアブレーキを残して開けていく、もう今前後ろもね滑ってるんです。実は前のタイヤも後ろのタイヤも今もう滑ってます。微妙にお尻から滑ってくるんです、滑りはお尻から全部伝わってます、なんか白バイ隊員こんな走りしかできないのかっていう思うかもしれませんけどね、これ結構限界です。これがね、はい、じゃあ先頭をねちょっと交代してみたいと思います。はい、先頭はね関根隊員、一昨年のね、全国白バイ大会で、女性の部で、2位に輝いてますね。おととしの白バイ大会の2位、もうおっとフロントって転びそうになりましたね、はい、今年の箱根駅伝のね、東京の区間先導も務めました。はい、じゃあ交代しましょう。代わっては仲間隊員、仲間隊員は、一昨年の白バイ大会の、チャンピオンです。スロームのチャンピオンで、なんとすごいのは、その時の男性隊員のタイムより速かったと。今年の日本一、スローローム日本一、そして今ねクイーンスターズで活躍していただいてます。はい、じゃあありがとうございました。はい、じゃあ交差します。よし、今もここね皆様の前で恥ずかしいことねできないのでね、限界ギリギリ、あれでも限界ギリギリなんですね、このロメトでね、そういうところでやって今来ました。これは今説明した話は有名なインストラクターが書いた本から選んだものではなくて、私が長いことずっとオートバイに乗ってきて、あ、これはいいなということを分解動作と言葉でやってみただけです。ですので参考のね参考としていただければと思います。で、今日はたくさんの方がお見えなのでね、しかもオートバイが好きな方だと思います。私からね、一つお願いがあります。そのお願いは何かというと、今まで通りねかっこいいライダーでいてほしいんですね。ウェアだとかねオートバイだけじゃなくて、何がかっこいいかというと、私が思うそのかっこよさは、実力は高い、実力が高いんだけども普段それは表に出さないと、そういう姿で走るライダーというのは本当にかっこいいと思うんですね。ぜひそういう、ライダーを続けていただきたいと思います。その実力をつけるためにはライディングスクールたくさん開催されてますので、そこで腕を磨いてほしいんです。技量が上がれば余裕ができます、余裕ができれば周りが見れますよね。周りが見えればね、これから横断歩道を渡ろうとしている、歩行者にも気づくと思います。そういう歩行者がいたら、止まって笑顔でねどうぞってね道を譲ってほしいと思うんです、歩行者の方はありがとうございますっていうことでね、そこで微笑ましいコミュニケーションが生まれると思うんです。
ぜひそんな優しい素敵なね、かっこいいライダーになってほしいと思います。でそのね、あとはまあそういったライダーのね、心をずっと保ち続けて、バイクライフを送っていただきたいと思います、私たちはですね、交通部で交通安全教育係ということで、子どもから高齢者までの安全教育を担当しています。今日はこのオートバイのね、技術的なお話をしながら、そういう部分での安全教育ということでね、お話をさせていただきました。この後私たちは1階のね、警視庁ブースの方で車両展示をしていますので、またこの後疑問質問があれば遠慮なく来ていただきたいと思います。最後までこんなにたくさんの方にね、見ていただきまして本当に嬉しく思います。これで時間になりましたので、白バイのワンポイントレッスンを終了してみた終了したいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。